エタラちゃんは見た。私はユズリハ。これは私が大学1年生、20歳になる前の話だ。当時私は実家から大学に通い、両親と母方の祖母と4人で暮らしていた。見て見て、この前成人式用の髪飾り買ったんだ。へえ、かわいいじゃん。つまみ細工だっけ？こういうの。そうそう、私にぴったりでしょ。ユズリハは成人式どんな感じにするの？私は着物以外はまだ決めてないわ。ふーん、そうなんだ。でね、ネイルはこんな感じにするつもりで。私はこのつまみ細工というものが苦手だった。趣味じゃないとかではなく、単に嫌な思い出があったのだ。自分勝手な嫌な思い出。ただいま。あら、まあ、かわいいお嬢さんだこと。どちら様かしら？やあね、おばあちゃん、私は孫のゆずりはだってば。ん？私の祖母ゆりは認知症だった。あら、おかえりゆずりは。孫の私のことを完全に忘れてしまっていて。ただいま、お母さん。父や母のこともお手伝いさんという認識だった。実家にはつまみ細工の小物がたくさんあって、すべて認知症になる前の祖母が作ったものだ。私も10歳の頃、祖母からつまみ細工の髪飾りをもらったことがある。まだ祖母が田舎に一人暮らしをしていた時のことだ。ほら、ゆずりはちゃん、これあげる。これ何？おばあちゃん。これはね、つまみ細工って言うんだよ。おばあちゃん、最近これを作るのに夢中でね。ゆずりはちゃんが喜んでくれるかなって一生懸命作ったのよ。そうなんだ、ありがとう、おばあちゃん。その時は純粋に祖母の行為が嬉しかったし、髪飾りも一目で気に入った。でも、ゆずりは、何その髪飾り、全然似合わない、おばあちゃんみたい。どっせ。周りの同級生たちはその髪飾りをひどくバカにした。そんな声なんて無視すればよかったのに。私は、そっか、これって可愛くないんだ、もうつけるのやめよう、恥ずかしいもん。髪飾りをつけるのをやめてしまったのだ。そして、ゆずりはちゃん、新しいつまみ細工を作ったんだけど、よかったらまた。いらない、おばあちゃんの作るそれ可愛くないもん、つけるの恥ずかしいから。いや、そうごめんね。おばあちゃん、よかれと思ったんだけど。とにかく私はもういらないから。ゆずりはちゃん。私は祖母の行為を無下にしてしまった。さすがに言い過ぎたと後悔したものの、そう頻繁に会える距離でもなく、時間が空けば空くほど祖母に謝る機会をなくしていった。そして私が中学に上がった頃。そういうわけでね、これからはおばあちゃんもこの家に住むことになったから。わかった。あら、まあ、かわいいお嬢さんね。お名前は？祖母はいつの間にか認知症が進んでしまっていた。最初はすぐ私のことを思い出したけど。あら、ゆずりはちゃん、おかえりなさい。おばあちゃん、ただいま。すぐにまた忘れてを繰り返し。ただいま。あら、どなた？私が中学に上がる頃にはもう完全に私のことを思い出さなくなってしまったのだった。せめてもう少し早くおばあちゃんの認知症に誰かが気づいていれば。うん、もしかしたら私があの時ひどいことを言ったせいで認知症が一気に進んでしまったのかもしれない。祖母の認知症が進むほどに私は過去の自分の過ちを悔いていった。何より今となっては祖母が私をどう思っていたのか聞くことも謝ることもできない。それからは一度も私にあげるなんて言わなかったのよね。当然ね、私からいらないって突っぱれたんだし、こんなに可愛くない孫に自分の作品なんかあげたくないわよね。それにしてもまだ夏になったばかりなのにずいぶん寒いわね。お母さん、今は冬よ、冬、夏じゃないの。冬？ああ、大変、もう冬なの？大変だわ、急がなくちゃ。祖母は未だにつまみ細工を作っていた。もう二度と当時のような繊細な作品は作れないのに、まるで何かに取り憑かれたように作業に取り掛かるのだ。一体誰にどんな理由で作り続けているのかしら。だけどその数日後、私は祖母のその行為の意味を知ることになるのだった。それじゃあお母さん、町内会の集まりに行ってくるから、おばあちゃんのことよろしくね。お父さんも午後には仕事終わるみたいだから。わかった、行ってらっしゃい。おばあちゃんはつまみ細工に夢中だし、私も今で勉強しましょう。
もう10時？おばあちゃん、お茶飲む？まあ、ご親切にどうも。じゃあ、いただこうかしら。わかった。ちょっと待っててね。あ、こんなところにつまみ細工が。ねえ、あなた、ひどいじゃないの。踏みつけるなんて。え？いや、でも落ちてたのに気づかなかっただけで。言い訳しないで。先に謝ってくださいな。これは私のすごく大事なものなの。それなのに踏んづけたりなんかしないで。ごめんなさい。でもわざとじゃないから。返して。ああ、もうどうしてなの。前はもっとうまくできてたのに。こんなんじゃダメ。こんなんじゃ。じゃあもう作らなきゃいいじゃない。やだ、私ったら思わず。認知症になってから祖母は感情をうまくコントロールできずにいた。だから言動には細心の注意を払っていたのに。どうしよう、思わず逃げてしまったけど。おばあちゃん気にしてるわよね。怒ってるかしら、それとも悲しんで。え、今の玄関の音？まさか。おばあちゃん、嘘。おばあちゃんの靴がない。玄関の鍵も開いてる。そんな。私は急いで祖母を探した。しかし1時間以上外を探しても祖母の姿は見えなかった。あ、ゆずりは？おばあちゃんいた？うん、どこにも。どうしよう、私のせいだわ。私がおばあちゃんから目を離したから。落ち着きなさい、ゆずりは。今そんなこと言ってもしょうがないでしょう。とにかく警察に届けておくから、あなたは一度家に帰りなさい。もしかしたらおばあちゃんも戻ってるかもしれないわ。わかった。そうして私は一度家に戻ってみたが、やはりそこに祖母の姿はなかった。どうしたら。きっとおばあちゃん家に帰る道を忘れちゃってるんだ。外はこんなに寒いのに一体どこに。あ、おばあちゃん。え、あ、違った。あ、すみません、宅配便です。ゆずりは様にお荷物です。あ、どうも。私宛て？こんな時に一体誰から。ツツジ？知らない人だわ。でも住所が前おばあちゃんが住んでたところの近く。おばあちゃんのご近所さん？一体何が。あ、これって、これもしかしておばあちゃんの。はじめまして、ゆずりはさん。私はゆりさんの友人のつつじと申します。突然のお便りと贈り物に驚かれたと思います。ごめんなさいね。このつまみ細工はすべて私がゆりさんから預かっていたものです。これはあなたのために一つ一つ、ゆりさんが真心を込めて作った贈り物です。これを預かる少し前から、ゆりさんは年々物忘れが激しくなってきたと憂いていました。万が一忘れてしまっては困るからと、時期が来るまで私に託していたのです。そしてあなたが成人を迎える直前に、これをあなたに届けてほしいと。ゆりさんは自分が可愛いものを作れず、孫に喜んでもらえなかったことを気に病んでいました。それならもっと可愛いものをと、ゆりさんは一生懸命あなたのためにつまみ細工を作り続けていました。そしてもし気に入ってもらえば、成人式でぜひ身につけてほしいと。もちろん気に入らなければ使わなくても大丈夫とおっしゃっていました。でもたとえ使わなくても、おばあさまの気持ちだけはしっかり受け取ってあげてほしいのです。彼女はあなたのことをとても愛していましたよ。どうかこれからもゆりさんのことを大事にしてあげてくださいね。おばあちゃんは私を嫌ったりなどしていなかったのだ。おばあちゃん、謝ることもできない、こんなどうしようもない孫を彼女はこんなにも愛してくれていたのだ。探さなきゃ、探しておばあちゃんに謝らなきゃ。ゆずりは、見つかったわよ、おばあちゃん。おばあちゃん。あら、あなたここにいたの。おばあちゃん、よかったわ。隣町でうろうろしていたところを警察の方が見つけてくれたのよ。よかったね、おばあちゃん、家に帰れたよ。ここは私の家じゃありませんけど。あら、まあ、なんて立派なつまみ細工。え、ちょっと見せて。うん、とても丁寧に作られてるわ。きっと丹精込めて作られたんでしょうね。おばあちゃん、これはおばあちゃんが。それにこれ。ああ、思った通り、あなたによく似合ってるわ。
あちゃん、おばあちゃん、ごめんね、ごめんね。私も大好きよ。ゆずりは、こうして私はようやく祖母に謝ることができたのだった。どうしてもっと早く謝れなかったのか。そう嘆いてももうしょうがない。これからは祖母の愛をしっかり受け止めて彼女を支えていく。そう決意したのだった。数年後、それから私は成人式で祖母が作ったつまみ細工を着用しました。そして今、晴れ姿の私の髪に飾り付けているのも祖母が作った大事な作品です。残念ながら2年前、祖父のいる天国へ旅立っていきました。ですが、今もきっと上から私のことを見守ってくれていると信じています。これからも私は祖母の作ったこのつまみ細工をずっと大事にしていきます。愛するおばあちゃんへ、ゆずりはより。祖母が迷子になって数年後、私はあの時の警察官、徳佐さんと結婚した。あの後つまみ細工を送ってくれたつつじさんとも連絡を取り、二人は再会した。祖母はつつじさんを覚えていなかったけど、とても楽しそうにおしゃべりをしていたのだった。きっとおばあさん、今頃ニコニコしてるよ。そうね。私もおばあちゃんみたいに、家族を心の底から愛せるような人間になりたいわ。ああ、きっとなれるさ。ご視聴いただき、ありがとうございました。子供の頃は素直だからこそ、思ったことをはっきり言ってしまいますよね。本人は可愛いと思っていても、周りから可愛くないと言われてしまったら流されてしまったり。言ってしまった言葉は取り消せませんが、何にせよ、最後に謝れて本当に良かったです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、少しでもいい話だなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。